滋賀よし滋賀がよ滋賀死がよしお、1901年、明治34年1月12日から1989年、平成元年3月6日は、日本の政治家、共産主義運動の活動家、衆議院議員、日本共産党中央委員、日本共産党、日本の声委員長などを務めた、ソ連共産党から資金援助を受けていた。 山口県萩市出身。旧姓、川本。1906年、母方の祖父の養子となり、死賀生となる。旧姓萩中学校、現、山口県立萩高等学校から一校を経て、東京帝国大学文学部に入学する。帝大在学中に、学生運動に参加し、在学中の1923年、大正12年には、 前年に非合法政党として結成された日本共産党へ入党。その後は共産党の活動を行ったが、1928年、昭和3年の3 1号事件において検挙され、治安維持法により有罪とされた。獄中生活は1945年、昭和20年に日本が第二次世界大戦で敗北するまで続いたが、滋賀は多くの党員と異なり、 獄中でも天校拒否を貫いた。日本の敗戦後、滋賀は10月に連合国軍、最高司令官総司令部の司令に基づいて、府中刑務所から徳田九一などと共に釈放され、党政治局員として、徳田書記長や野坂33政治局員等とに、党政拡大に努めた。1946年、昭和21年の第22回衆議院議員総選挙では、大阪一区、 大選挙区制で当選し、同党初の国会議員となった5人の中になお、連ねた。滋賀はその後も、中選挙区制の大阪府第一区で、衆議院議員への当選を重ねた。1950年、昭和25年1月、当時の共産党が掲げていた、占領下の平和革命路線をコミンフォルムが、批判したのを定期に、徳田らが武装闘争路線へと傾いたのに対して、 反論を提示し、宮本賢治と共に国際派として扱われた。国際派は党内の反主流派で、特柄主流派は、滋賀の党員資格を停止し、事実上除名した。また、同年には GHQ から公職追放対象者となり、衆議院議員の地位を喪失した滋賀は地下に潜伏した。その後、1955年。 昭和30年に共産党が武装闘争路線を放棄すると、滋賀は再び公然活動を開始した。また、同年に、徳田が1953年、昭和28年にすでに北京で死去していたことが発表される。その遺骨を引き取るために、徳田の妻の立つと共に日本との国交がなかった中華、人民共和国を訪問した。これは、 日本共産党の関係者が初めて合法的に中国を訪問した例とされている。以後、志賀は共産党の常任幹部会委員として宮本初記長の平和革命、議会活動重視路線を支持した。党制の緩やかな回復と大阪での強固な党、支持基盤に支えられ、衆議院での議席奪還にも成功した。1955年の第27回衆議院議員。 総選挙から4回連続の当選を果たした。1963年昭和38年に部分的核実験停止条約が調印され、1964年昭和39年に国会でその批准が問われると、死賀は共産党内で再び少数派となった。当時は中蘇対立が激化しており、この時点では中国共産党と 友好関係があった日本共産党は中国と補調を合わせる形で条約批准反対を決めた。しかしソ連共産党に近いとされる滋賀はこの条約を支持し、党の決定に反して5月15日の衆議、インポ本ン会議採決で白票を投じた。その結果、5月21日に共産党中央委員会は滋賀の除名を決定した。一方、月日に 市川、自分と同時に、共産党を除名された、参議院議員の鈴木一蔵のほか、上山茂雄や中野茂春らと共に、日本共産党、日本の声を結成すると発表し、自らが委員長となった。部分的核実験停止条約で、ソ連の意向に沿った、日本の声派は、ソ連共産党の指示を受け、同年に帰還し、日本の声を相関したが、 日本共産党員のほとんどは宮本を中心とした従来の執部を支持し、志賀を支持したのは新日本文学界の主流派や民主主義学生同盟など構造改革派系の震災翼党派などを除くとわずかであった。一方、この頃から共産党、宮本派とブラック解放同盟の対立が激しくなるが、その一員として共産党の見解によれば、 シガ派と解放同盟が手を組んだ経緯があったとされる。結果として、シガは、支持基盤の多くを失い、1967年、昭和42年1月29日の第31回衆議院議員総選挙では、大阪6区、この選挙から旧大阪1区が分区されたで落選して、通算6期で、衆議院議員としての国会活動を終えた。その後、 他の共産党分派との大同団結の動きもあったが、寸前のところで、志賀が離脱するなど混乱と低迷を続け、同年10月には、上山と中野が同派を離脱した。1968年には、自派から日本共産党の名称を外して、日本の声としたが、同年7月の第8回参議院議員通常選挙に、鈴木が出馬を断念し、 ドーハ所属の国会議員はいなくなった。1977年、昭和52年、ドーハは平和と社会主義と解消し、創立時の名称からは完全に変更した。さらに1979年、昭和54年、日本共産党は代表団をソ連に派遣し、ソ連共産党との関係を修復したため、国際的な後ろ盾を失った賀は、 日本の共産主義運動における影響力を大きく低下させた。1989年平成元年に死去。墓所は徳田と同じ東京都の玉霊園にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。